皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。あたしさ、宇宙刑事シャリバン見てたのよ。ほうほう。そんでさ、今月もお賽銭箱空っぽなの思い出したの。それで、そしたらさ、シャリバンの歌の人がいいじゃないかいいじゃないか、夢があればとか言ってんのよ。冗談じゃないわよ。お金がなかったら夢も希望もあったもんじゃねえわ。もう一人インパール作戦みたいな生活したかねえわよ。一人インパール作戦とは壮絶だな。貧乏暇なしじゃなくて貧乏底なしだな、あんたの場合。ちょっとあんたねえ、笑い事じゃないのよ。まあ今月は少し融通してやるから落ち着けや。それで今回のお題は何なのよ。今回は文明開化をやるぜ。アンパンやったしな。明治の文明開化といってもいろいろあるわよ。まずは衣食住の食からいくぜ。食といえば明治になって肉食が公的に解禁になったわね。肉食は天武天皇が675年に公式に禁止して指定したんだけど、明治天皇が召し上がられたことで解禁となった。今まで魚と米と大根とかばっかり食べてたのに、いきなり肉食のパツキン見たらドン引きしたんじゃないの、当時の日本人。まああんたもパツキンだけど。うるせえパツキン言うな。貸した金の利子と一にしてやろうか。福沢諭吉などが牛肉は薬になるからと啓蒙に努めた結果、横浜に初めて伊勢熊なる牛鍋屋が現れ、そのうちもの珍しさから有効になり、牛鍋屋は500軒ほどにもなった。日本人が食べやすいように味噌仕立ての鍋になったんだよね。亀井柿路文という人が、牛鍋食わぬは開けぬやつ、とまで書くようになったわね。洋食屋もポツポツ東京横浜間にできてきたわね。明治5年築地に西洋圏、明治28年には銀座にレンガ亭と現在まで続く洋食の名店が現れてるわね。フランス料理のコートレットをアレンジして元祖トンカツを始めたのはレンガ亭だよ。話は飛んじゃうけど、大正時代に味噌汁と漬物をセットにしてトンカツ定食なるものを出し、完全に日本食化してしまったのは東京のポンチケンってお店なのよ。え、なんて、ポンチケン。あ、びっくりした。そんなストレートな下ネタ来たらどうしようと思ったわ。と入っても、こういう西洋料理や肉食は値段も高く、東京、横浜といった都市部でインテリ階級のみが食べる料理だったんだよ。それがなんで全国に広まっていくことになったの？軍隊だよ。軍は西洋人並みの体格の屈強な兵士が欲しかったからね。陸軍なんかでは積極的にトンカツなんかを兵に食べさせた。海軍は、活気退治に洋食を採用したけど、兵隊が洋食を嫌がるので採用されたのがライスカレーさ。兵役終わったらみんな味を覚えて、家庭に帰って行ったりお店開いたりしたんだね。次は衣食住の住だな。東京にガス灯が灯ったのもこの頃だぜ。やっぱり、それも東京が初めてなのか。いや、これは大阪の造幣局ナイト局前にガス灯が灯されたのが初めてで、街灯として使用されたのは横浜が最初だな。ろうそくのやらアンドンの明かりに慣れた人はバテレンの魔法とびっくらこいたそうだ。バテレンの魔法とかあんたが言うなよ。うるせえ。街にレンガ造りの洋風建築が立ち、人力車が走り、電信網が整備され、明治5年には鉄道が新橋横浜間に開通する。機関車とか難しい橋梁なんかは西洋から技師を雇ったり機械を買ったりしたんだけど、建築や客車の内装なんかは日本人がなかなかやるので人材がびっくりしたんだよね。日本には大工や左官の技術が昔からあったからね。客車に乗るときに、座敷に上がるからとホームに履物脱いだ人もたくさんいたりさ、汽車が横浜に着いてもこんなに早く到着するわけねえって誰も降りなかったとかさ、士族の駅員が多かったので運賃が高い割に駅員の態度ビップで客と喧嘩になったりとか、いろいろ面白い話が残ってるわね。それまで、新橋から横浜まで歩いて丸1日かかってたからね。それがなんと小1時間、料金については上等席は1円で当時警官の月給が4円だったから相当高いものだったわね。最後が衣食住の絵だよね。近代化をアピールしたい政府としてはそこが大問題でさ。まず頭のちょんまげで西洋人から未開人扱いされるよね。第一さ、軍隊とか警官の制服様相にしても、頭にズッキーニのようなもの乗せてたんじゃなんとも締まらないんだよ。
それで断髪令出して残切り頭に変えさせたのね。新政府的にはもっと深刻な問題があったんだよ。なんなのよ深刻な問題って。すっぽんぽんだよ。すっぽんぽん。すっぽんぽん、どういうこと？日本は西洋と違って夏は蒸し暑いんだよ。でな昔の日本は暑くなるとみんなは服の前歯だけでケツとかビーチク丸だし農夫とか飛脚とか漁民とか基本お尻丸だし。7人の侍の菊池よスタイルが基本。よくさ、寝とうよがお隣のちょごりを笑うけど、そんなの甘いのよ。昔の日本のお母ちゃんは子供に父やる時は通りでもろ肌脱いでベランメイだもん。もろ肌脱いでベランメイって遠山の金さんじゃないんだから。おまけに風呂混浴だよ混浴なのをいいことに男女で合戦に泳ぐやからもいたりしてさ。合戦ってあんた、YouTube はアダルト禁止だからな表現に覇気をつけないと。西洋の貴婦人が左官工してる時に写真みたいな人が走ってきたらびっくりしたんだろうな。そこで政府は明治5年に裸体禁止令を出して裸で外を歩くのと混浴を禁止するんだよ。コントみたいな話だな。学校の授業でやったら大盛り上がりなのに、断髪令には素直に従ったけれど、裸体禁止には少なからず抵抗があってお釈迦様でも裸なのになんで裸じゃいけねえんだって言い出す人がいたり一揆が発生したりしてさ、ケツ出させろで一揆って、そんなんで大相撲も禁止になりかけたんだよ。確かにあのコスチュームはちょっとねえ、相撲界からの必死の働きかけと、相撲はもともとは神事であることから明治天皇が1884年に天覧相撲を開かれたことから相撲禁止論は下火になっていくんだけどね。たかだか衣装が裸なだけで禁止とかされたらたまらんからな。それだけ、西洋の目を気にしてたのね。あいつらに目をつけられたら植民地にされるからな。なんとか日本を近代国家に見せようと明治新政府の人も必死になるわけさ。だけど、日清戦争で日本が軍事力を見せつけるまで西洋に日本は未開人扱いされてた。19世紀は軍事力が物を言った時代だったのよね。ということで今回の動画はおしまい。チャンネル登録よろしくねー。